シナプス。細胞生物学において、シナプス。シナプスは、神経細胞間あるいは筋繊維、筋繊維、神経細胞と多種細胞間に形成される、シグナル伝達などの神経活動に関わる、接合部位とその構造である。化学シナプス、消耗シナプスと、電気シナプス、無消耗シナプス、及び両者が混在する混合シナプスに分類される。 シグナルを伝える方の細胞をシナプス前細胞、伝えられる方の細胞をシナプス後細胞という。化学シナプスとは細胞間に神経伝達物質が放出され、それが受容体に結合することによって細胞間の情報伝達が行われるシナプスのことを指す。化学シナプスは電気シナプスより後半に見られ、一般に シナプスとだけ言われるときはこちらを指すことが多い。化学シナプスの基本的構造は、神経細胞の軸索の先端が、他の細胞、神経細胞の樹状突起や、筋繊維と20ナノメートル程度の隙間、シナプス間隙を開けて、シナプス接着分子によって、細胞接着している状態ある。シナプス間劇は、模式図では強調されて大きな隙間を開けて描かれることが多いが、 実際にはかなりべったりと接合している。情報伝達は一方向に行われ、興奮がシナプスに達するとシナプス症法が細胞膜に融合し、シナプス間激に神経伝達物質が放出される。そして拡散した神経伝達物質がシナプス後細胞に存在する受容体に結合することで刺激が伝達されていく。 科学シナプスにおける典型的な情報伝達基準は以下のように進む。科学シナプスは興奮性シナプス、抑制性シナプス、シナプス後抑制性とも呼ばれるシナプス前抑制性の3つに分けられる。シナプスの活動状態などによってシナプスの伝達効率が変化するシナプス過疎性は記憶や学習に重要な役割を持つと考えられている。 シナプス前細胞とシナプス後細胞が共に高頻度で連続発火すると持続的な IP プスプによりシナプスの伝達効率が増加する。これを長期増強、LTP、ロングダームポテンチアチオンという。また、低頻度の発火や抑制性シナプス後細胞の連続発火による IP プスプの持続によってシナプスの伝達効率が低下する現象を長期抑圧。 LTD ロングダームデプレッションという。近年ではシナプス前細胞とシナプス後細胞の発火時間差のみによっても結合強度に変化が見られることがわかっている。これをスパイクタイミング依存シナプス化素性 STDP スパイクタイミングディペンデントプラスティシティという。また一旦 LTP や LTD を起こしたシナプスに対して 適切な刺激を与えると、その LTP や LTD が消失することも知られており、それぞれ脱増強、デポテンチアチオン、脱抑圧、ディディプレションなどと呼ばれる。電気シナプスとは、細胞間がイオンなどを通過させる分子で接着され、細胞間に直接イオン電流が流れることによって、細胞間のシグナル伝達が行われるシナプスのことを指す。 網膜の神経細胞間や、神筋の筋繊維管などで広範に見られる。化学シナプスのように方向付けられた伝達はできないが、それよりも高速な伝達が行われ、多くの細胞が協調して動作する現象を引き起こす。電気シナプスは無脊椎動物の神経系では、一般的に見られるが、長らく脊椎動物の中枢神経系では、見出されておらず。 脊椎動物の脳での神経伝達は、化学シナプスのみによるものと考えられていた。後になって、海馬や大脳皮質の抑制性、海在神経細胞の樹状突起間で発見され、重要な伝達手段となっていることが見出された。電気シナプスは一般に、コネクソンというタンパク質6両体が2つの細胞の細胞膜を貫通し、キャップ結合と呼ばれる。 細胞間結合を形成している構造を持つ。コネクソンは、コネキシンというタンパク質が六角形に配列した六、両体構造で、中央に昇降が存在する。この昇降は、カルシウムイオン濃度によって、コネクソンが変形することで開閉する。昇降が開いている時には、分子量が1000程度以下の分子を通過させ、濃度勾配圧などによって拡散する。化学シナプスが、 数十ナノメートルの間隔を持つのに対して、電気シナプスでは、コネクソンが両細胞膜の間隔を数ナノメートルまで接近させており、極めて近接している。発生過程でのシナプスの形成は、伸長する軸索の先端に存在する、成長円水が標的に到達した時に開始する、軸索誘導、シナプス形成、神経回路形成、 神経終末の末端、神経終末球に神経インパルスが到達すると神経伝達物質であるアセチルコリンが筋形質膜と神経終末球の間に広がるシナプス感激に放出される。筋形質膜の凹凸部を運動終盤と呼ぶ。運動終盤上にはアセチルコリン受容体が一致し、アセチルコリンを受け取るとナトリウムイオンチャンネルが開き、 ナトリウムイオンが流れ込む。すると筋活動電位が発生し、筋肉が収縮する。アセチルコリンは、アセチルコリンエステラージェによって、急速に分解される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。